ダッシュで行こうぜ。どうも、武田でございます。はい、ということで本日の動画なんですけれども、前回に引き続きですね、山形県選手権を終えた TKD が今回はクラブ対抗に向かうという話になっております。これ申し訳ないんですけども、実は後取りになっておりまして、本当はね、山形県選からこうクラブ対抗に行く、そういうところも撮ったら相当面白いんじゃないかなって思ってたんですけれども、さすがに疲労困憊、動画を撮ろうっていう気になれなかったですね。本当すいません。そこはスケジューリング的にはそのまんまの流れで、山形県戦を終えて夕方の新幹線で帰ってきて、関東の方に着くのが深夜ですね、12時前ぐらいに着いて、自分の住んでいるところから千葉の天台、千葉総合スポーツセンターまでは2時間弱かかるので、朝もう4時に起きて5時半ぐらいの電車に乗って向かっていくというスケジュールの中で今回やらせていただいたという、本当に睡眠時間1時間とか2時間ぐらいだったかな。大学生の俺寝てないぜアピール並みにダサいなって思ってるんですけども、これだけは言わせてほしい。本当にきつかった。これだけはね、大学2年生ぶりに言いたい。これだけは。まあ、ということで、そのスケジューリングの中、ちょっと今回クラブ対抗に出場させていただいたんですけれども、もちろん僕だけではなくね、ヨシキとカメラマンのプクも出たということで、今回は前編後編に分けて皆さんにちょっとお届けしたいなという感じでございます。で、今回前編、何かというと、武田の100メートルと、あと今回、4K をまた走らせていただくチャンスをいただきました。ぜひ走らせてくださいという話をさせていただきました。100メートルと 4K、まず皆さんに見ていただきたいと思います。それでも早速、100メートルの方から見ていただきたいと思います。どうぞ。ダッシュで行こうぜ。おはようございます。昨日山形県戦からの今日でございます。ちょっとね、風がね、めちゃめちゃ向かい風、3メートルぐらい吹いてます。なのでね、ちょっとまあ10秒台とか、まあ、ベストは厳しいかもしれないんですけども、この環境の中で本人ベストを尽くしてほしいですね。 TKD 8連かぶっちゃってもごめんなさい。スタートはいいんじゃない？そうだ。さあ、スタートだ。2着。逆風 2.3m、マイナス 2.3 ですね。お疲れ、2日間。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで 100m 見ていただきありがとうございます。結果がですね、マイナス 2.3 で11秒48、ぼち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 です。これはこのスケジューリングの中ではむしろいい方なんじゃないかなと思ってて、マイナス2メートル以上吹いて11秒5を切ってきたか、とうとう武田修平と。レース全体的にはやっぱりちょっと疲労感があって、なんか全体的にぬるっとしてる感じはあるんですけれども、まあその中でもちゃんと対応して、朝一の 100m、 もう9時からの 100m だったんで、もういろいろきつかったんですけど、まあその中でこのタイムだったので、皆さんには見応えのないレースにはなってしまったと思うんですけれども、 TKD 的にはぼちぼち良かったかなと思っております。この後ですね、あの 4K と個人でやり投げ、大人気種目ね、疲労感があったので 100m の準決勝を今回棄権させていただきました。棄権させていただいて、 4K とやり投げにしっかり集中するという形を取らせていただきましたので、次の動画はリレーになります。まずもう動画から見ていただきましょうか。どうぞ。ダッシュで行こうぜ。さあ、絶好調 TKD。 向かい風の中ね、100も素晴らしい走りをしたんですが、準決勝を棄権しまして、アクセルの、4K の代表に、選ばれました。アクセルの4走ですね、うん、いいね。いやなんかね、 TKD ね、多分ねリレーになると速くなる、2割増しになるね。動きがね変わるんよね。前も思ったんですけど、力強さが増すというか、ここでバトンパスしっかり撮る映像が、僕服が全体カメラ、臨場感ある映像を届けたいと思います。第4でアクセルトラックスクラブ、さあ、周平が行った。はい、パス、はい。よし。41秒台でフィニッシュです。第1ピートップはチームアップ。
41秒88、平岡君、根岸君、山下君、武田君のメンバーでした。ダッシュで行こうぜ。はい、ということでリレー1位ということでありがとうございます。でも久しぶりだね。あの、本当に申し訳ないんだけど、これちょっとだけ真ん中折れちゃったな。本当申し訳ないんですけど、1位です。もう久しぶりのなんか1位ゴール1着ゴールしたっていう感じで、まあ、それも嬉しかったんですけれども、 4K の中で僕がダントツで一番遅いので足引っ張っちゃったなっていう感じもあるんですけれども、でもね、あの、個人的パフォーマンスでいくと、多分 TKD 史上、社会人復帰史上最高のレースだったんじゃないかなって僕は思ってます。動きもまず結構いいし、プラスタッチダウンで 120m 測ったんですよ。あの、 4K で 120m なんですけれども、タッチダウンで測ったところ12秒6という 120m ね、めちゃくちゃ調子いい朝一の 100m の1本がいい刺激になって、ちょっと2本目がなんかいい感じになったみたいな流れなのかなっていう感じもあるんですけれども、めちゃくちゃ動きよかったね。見てよ、みんな速いっしょ。うん、いいんだよね。やっぱりリレー好きだし、 100m より得意だなっていうのはしみじみ感じましたね。やっぱり高校生の時の動画もみんな見てもらってるから分かると思うんだけど、なんとなくリレーの時ちょっと武田速いじゃんみたいな感じで今まで あったんですよ。風潮がそういうね、流れがあったんですけど、やっぱり良かったよねいや、嬉しかったわ普通にマジで。という流れで TKD の短距離7月8日9日と2日連続で頑張りましたよ。本当にこれは要はこのスケジューリングでやった。本当は隣にヨシキがいてね、おめでとう、お疲れ、すごかった絶対言ってたはずなんですけれども、それ今回ヨシキ欠席ということで、あの、まあ次回の動画でヨシキの 1500m もちゃんとしっかり触れていくので楽しみにしてください。ということで次回 TKD のやり投げプラス、なんとヨシキとプクが 1500m 同じ組だったので、そちらも楽しみにしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。